はい、すいません。お待たせしました。はい。大丈夫そうですか？いきなり始めちゃう感じ？始めちゃって、はい。では、メラニでまたいつものという曲を歌いたいと思います。足元に落ちてゆく君が話す言葉、心に響いてく。比べちゃう君とのさ、積極的になれない、いつもの僕。
ございます。ありがとうございます。ユーストが1回落ちてしまったみたいなんですけれども、申し訳ございませんでした。復活しましたので、皆さんまたここから盛り上がっていきたいなと思います。ここでもう一度メラニーさんに拍手。オムライス、オムライス好きなの？オムライス好きです。あー、かわいい女子だ。いいですね。あ、オムライスって書いてくれてる。覚えやすい、オムライス、オムライスっていう感じが覚えやすいなって感じですね。プレゼント紹介をここで挟みたいなと思います。番組プレゼント紹介、今週の噛んじゃった。番組プレゼントは毎週おなじみパルヘジアステッカー、こちらとモスリンさん提供、風の流れのようにの花笛、はい、花笛の CD、 こちら。あとは宴さん提供、インチキマンションのお笑い CD、 こちらと、もうすぐ発売じゃない、もう発売しましたよね、宴コンピ3、あれ、うん、まだ、うん、発売になってる。発売ですよね。あー、なるほど。もうすぐ流通かかる宴コンピ3のポスター。ポスター、あ、じゃあ今日は久井ちゃんさんにもらう。そうじゃないですか、はい、出てる方がここにいらっしゃるんだから。こちらと、チャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と、番組終了後の集合写真にサインを入れてプレゼントいたします。こういうやつこういうやつ、そう。応募方法は、こちらの、ね、スタッフの方が応募用ハッシュタグをツイートいたしますので、リツイートするか、そのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募となります。ここにいる方も皆さん応募できますので、ぜひツイッター連携してコメントしてください。ご準備のほどはいかがでしょうか。もうちょっと大丈夫、 OK ということで、次はカエディですね。よろしくお願いします。聞いてください、五輪中。写真が良かった。友達もたくさん来てる、好きなあの人も来てる、やっぱかっこいい。チーカップ水筒だけど私は死んでいる。あの世の生き物、マイケル・ジャクソンにだって、にだって、すぐに会いに行ける。
天国じゃ。ゲゲゲの鬼太郎にだってリングの貞子にだってすぐにすぐに会いに行ける。お金も時間も無限大、壁も自由にすり抜ける。海外旅行を行きたい放題。誰か探して、でも足の太さを気にしなくていいから、まいっか。天国いいとこ一度おいで、天国いいとこ一度おいで、ありがとうございます。もう一度大きな拍手を。いやー、海外でパワーアップしたんじゃないかっていうコメントが来てましたよ。あ、ポールダンスやってました。ポールダンス、嘘です何の関連があるんだって思って今普通に考えちゃった。普通にいつ披露してくれるのかここでね。いや、そのためだけにポール立てるよ気合入ってる、ね、マジですか。だいぶ気合入ってらっしゃる。いやいいな。ポールダンス、ポールダンスは別に行くないや。あそこで脱いじゃうんだねマットさん生着替えしておりますちょっと映せないんですけれどもてて怖いとか言う怖いって。おかえりなさい、おかえりなさい、お疲れ様でした。ここでですね、ゲストトークいつもはテーマフリーって書いてある。テーマフリーか。でその前にじゃあ一個ちょっと皆さんに言いたいことがあるんですけれども、ハッピーバースデー5月生まれ募集ということでですね、毎月第1火曜日はその月に お誕生日を迎える視聴者、番組にゲスト出演していただいたアーティストの皆様をお祝いするということで、番組後半でお祝いしたいと思います。私がね書き下ろしましたバースデーソングの方でお祝いさせていただきますので、今月5月がお誕生日の方はソーシャルストリームタイムラインにお呼びする名前とお誕生日を書き込んでください。家族お友達をご紹介いただいても OK です。たくさんの、ご応募をお待ちしております。さあフリーテーマ何喋ろう何も考えてないこれね。ね、時事ネタじゃん、時事ネタ。時事ネタ？分かんない何も考えてないで、放り込んでみた時事ネタ？何か拾っちゃった私がなんか。ごめんね、お客さんに聞いてます。あ、何喋ればいいですか？喋るどう思いますかね。いや、だからさっき話したじゃん、せっかくメラミとカエティが揃ってるからなんか普段の
マットさんへの不満とか。ああ、なるほどね。面白いんですかね。マットさんをいじくり倒すっていう話はさっき確かにしてましたね。で、別に褒め倒してもいいんだよ。似顔絵を描いてもらおうって話です、ね、あ、そうなんですね。そんなに盛り上がんないよ、多分。盛り上げてください。そこはもうアットさんの腕ですよ。と思いますよ。じゃあ、ちょっとこのね、まっさらなこちらの方をマットさんにペンと一緒に渡しますので。種も仕掛けもない。はい。これでね、マットさんがすごく絵が上手いらしいんですよね。漫画家になりたかったらしい。そう昔の夢は漫画家だったっていうことなんで。普通だよ、だって全然描いてないもん。さっき、はい、何もない時に私の似顔絵描いてくださいって渡したら怒られるって言われたんですね。どういう感じに描かれるのかはちょっと不安なんですけど。怒られるの？何？さあ、そんなに上手くないよ。みんな分。いや、そんな時間もったいなくない。トークしようよ。あの、書いてる間にじゃあトークしとくんで。じゃあなんでお二人は、うん、確かに腹が立つんですか。確かに。どんなとこに腹が立つんですか。そうですね。なんとなくわかりますけど。腹が立つまでいかないですけど、まあ、セリフを覚えてくれないんで、イラッとしますね。確かに。そう、今日リハーサル来た時からなんか険悪なムードで、腹立つわみたいな。あれがあれでしょ、あのライブ前の緊張感を高めるための儀式でしょ。そうなんですか。そうなの。違うよって なんかメラニちゃんがなんか特に言ってますよね。もう腹立つ。あの、とりあえず世間で言う、 こうルールを守らないってだからあの練習場所はカラオケなんですよ。で、1人コップは1つだって、こうドリンクバーみたいなのがあって、なのに彼は平気でね、こう2つ持ってくんですよ。そういうのも許せないですし、あとあのキザやるじゃないですか。あの、こういうギター持つ人は機材すごいじゃないですか。あれを電車の開閉思いっきりするとこにツッって置くんですよ。それがもう許せない。常識をか、なんか変だなって。非常識は非常識ですけど、そんな気にならないから、自分はやられても気にならないからっていう自己中なんです。自分がやってもね、自分やられても気にならない。うん、全部言っていいよ今日。時間が足りないんですけど、悟して。でもなんか自分がやられて腹が立たないって結構心の広いかもしれないですね、うん、そこはすごいかもしれない。カエリずっとその表情で固まってるけど。私は特にないかね。なんか特にないかなっていう、ね、ポジティブなんですよね、すごい。こっちすごいネガティブなんですよ。何があったんでしたっけ。ライブブルーでしたっけ。そう、ライブブルー。ライブになるとね、すごいメールを送るんですよ。なんか狼なんだよ、だっけ。そう、なんかね、お前も不安になれっていうのを送るんですよ。死期が近い、私は死期が近いと。死期、死ぬ気になる。そして狼女になる。なんで？私は狼女になる。なんか小さい頃ひたすら親に、まあ、私は早く死んで狼女になるって言ってたみたいで、それをふと思い出して、マッタさんに私は死期が近いと、30までに多分亡くなるだろう。そして狼女になるというメールしました、長く。ね。それはメレンちゃんどういう気持ちで言ってたの。もう辛いっていうのはね、分かってほしいだけですね。分かってくれないのね。まあ、全然分かってくれない。分かんないよね。分かんないと思う、私でも。でしょ。一応ね、理解しようとして聞こうかなと思うんですよ。すごい難しいんですよね、途中から。突然、皆さんどうします。なんかねえ、知り合いの女の子か、私は四季が近い。狼女になるんだ。めっちゃめんどくさいですよ。客観的になったらめんどくさい女。ほんでって怒るしかないじゃないですか。ほんでって怒ったんですか。どうなった。なんて僕ができたっけ。狼少女の、それでどうなるの。あ、そうだね、そう、続編を聞かれましたね。狼女になって、その次どうするの。その後はみたいな。
どうなるの？わかんないし、なんか肉食になってるんでしょうね、きっと。ははははとか言って。今日はすごくキャラが濃いですね、皆さんね。すごいですね、はい。なんか緊張するって言ってましたもんね、昼のライブで。そうです。なんか出番が1、2、3、4番やったんですよ。今日お昼のライブ、皆さん一緒やったんですけど。で、とにかく濃い、濃い、濃い。いい私やったんで、どうしようと思って、なんかどうやって盛り上げていいかなと思ってすごい緊張してましたけど、でもなんとか自分も個性的やったのでいけました。素晴らしい。滝沢さんが一番大変やったんじゃないですか。もうなんかもうでもしょうがない、しょうがない。覚悟してきましたね。覚悟決めて。メラニさんだけ初めましてで、どんな買ってか。ひどいけど。それちょっと映さないで、それ映さないで本当に。でもすごい。うまいよ。うまい。うまいよかな。もうこれ本当。似てるわ。どうですか。ほとんど黒目なんだよね。確かにね。あーじゃねえ。ほうれい線もいい感じ。ほうれい線もいい。いや本当勘弁してよ。似てます。久江さんの顔、うん、久江さんの顔じゃ次描いてみて。いじっていいものか迷ってるんだ。笑えそうだもんな。そうめっちゃ何回か会ってるからって気を許したんだろう。この野郎って。額縁に入れとけばいいと思う。額これチャイナスクエアに贈呈します。でもタッチが上手いですね、うん、やっぱり漫画家になりたかった。漫画家になりたかった。そう、小学校の頃ね、うん、昔の夢みたいな感じで。そうそう、うん、いつからギタリストになったんですか。夢、いや、布袋さん見た時だよね。布袋になりたいと思ったもんね。シューズとかカスタマイズしてたもん。なんかあのしてる模様。知らない。そっか、一人だけ全然違ったみたいな。突然真面目な話になる感じでね、シーンってボーンって。うまい。すごい、なんかびっくりしたわ。何特徴を掴んでるって、まあ、特徴を掴んで、確かに、確かにね。え、書こうよ、さえちゃんも。さえちゃんも。ほら。書こうよ。なんか汗ばんできてるんですけど。違うの、暑いんだよ、あれ。ツタンカミを。本当にそうなの。だからか、これは湿気。これは湿気。これ湿気。書いてください。本人に言われちゃったからにはもう。じゃあさ、もうコーナー行っちゃえば。そうですね、うん、もうそうですね、じゃあ書きながらじゃあ考えてください。あの並行していきましょう、今日。そうしましょう。もう今日は楽しい感じで自由にしていきたいなと思います。で、あのお菓子も食べていいんだけど、はい、今日お菓子、子供の日ね。え、なんですか、これ。おまんじゅうじゃなくて、なんだっけ、かしわもち。かしわもち食べながらいい感じ。5月5日だもんね、はい、子供の日って。でもなんかちっちゃい頃もそんなに気にしてなかった気がする。これを、あー、今日もう力抜けてるから。私のせいか、この空気。オッケー、元気に行きましょう。ということでね、ここで持ち込み企画です。はい、教えてあなたの妄想デートということで、ね、
個性的なメンバーが集まったということなので、個性豊かなアーティストさんに普段どんな妄想をするのか、そしてどんな人とどんなデートがしたいのかっていうのを聞いていきたいなと思います。なるほど。考えましたか？さっきこの話をしたら、言わなきゃいけないのみたいな空気が漂ったんですけど妄想とか普段します？もう妄想で生きてますから。ですよね。そうですよね。アーティストあるもの、妄想がごちそうですから。妄想がごちそう最高のすごい言い踏んでますね。妄想ごちそううまい妄想デート、どんなデートがしたいですか？私からですか？まあそうですね、まあ自分のタイプの人とですね、まあ、大阪住んでるんで、大阪人かわからないんですけど、どっかの男の子をですね連れ回して。連れ回す側なんだ男の人を、デートねすることよりもデートをする前の方が楽しいわけです。デートをあんなことしてこんなことしてあれでこれでこうでみたいなこうでそういうことを思うことが楽しくて、でいろいろ当日なってなんか恥ずかしくなってくるいいね、恥ずかしいデート当日ね、 LINE でどこどこ待ち合わせどこ待ち合わせ、どこ変態じゃない、変態じゃない、妄想ですから、何してもいいから、はい、ね、待ち合わせして、で、まあ、まあまあ大阪ばっかりやったらあれなんで東京でも行こうか言って、ほんで東京来て、まあ、まず美容院に降りてとりあえずチャイナスクエアでご飯食べてほんで、まあ、いろいろこの界隈回って楽しそうですね。そう、まあ、お金たくさん持ってるせいで相手がどうしよう、まあ相手がお金たくさん持ってる。そうですね、お金いっぱいあって、まあまずチャイナスクエアでご飯食べたら、まあまずこの辺でいい温泉とか、この辺でないか、あのとかいい温泉とか行って、ほんで遊園地行って、もうなかなかね、遊園地とかね、温泉がくっついてるとかあるじゃないですか。じゃあそこで、じゃあそこでお願いします。で、あの遊園地とかね、もう行く機会がねなくて、まあ、たまにはもう遊園地とか何も考えずに行ってみたいなと思いまして、遊び倒したいと。遊園地に行って、アイスクリームとか食べて、でまた泳ぎ帰ってきてご飯食べてで新幹線で帰ろうかという。あなるほどね。でも新幹線と飛行機だったらどっちがいいですか？そういうデートと長距離移動としては、ね、新幹線でお願いしますの方がいい。お願いします、はい、飛行機怖いです。あ、怖いな、怖いよ、怖い、はい、こんなんでよろしいですか？すごい、すごかったです、はい、大阪からわざわざ東京にデートに来るっていうのがまあ理想です。大阪からわざわざ泳ぎに来る確かに、東京っていうよりも落ち着くから、地元感覚ですね。いやー、すごい妄想が止まらない感じなんですね、やっぱり。ちょっと恥ずかしくなってきました。終わりにずっと喋ってたけどいい感じですね、はい、いや、じゃあ次私ですか？なんかすごいの来そう。いやいや、全然そうがないですよ。とりあえず、
夜がいいんですよ。あの昼はもう暑すぎるし、もうこの今の時期じゃ苦手なので、あの日光は避けたいんですね。で自転車でこうチリンチリンってこうお互い会える距離でいたいんですよ。で、あの9時ぐらいに待ち合わせするじゃないですか。そしたらまずツタヤ行くんですよ。ブーンつってブーンつってチャリでブーンつってチャリになって、でツタヤで見たいやつを2本ぐらい借りて、そして家に行き、見てお腹空いたねって。それは 彼の家に。あ、私でも大丈夫です。どっちも、はい。お互い近い距離なんで、うん、でそれで見て、でもお腹空いたねってまたチャリンコブーンって飛ばすんですよ、コンビニまで。超早いじゃん。ブーンって。でそこでバニラチョコクッキーナイス買って帰ってきて。バニラチョコクッキーはハーゲンダッツじゃん。スーパーカップの今ちょっとなくなっちゃったんですけど、それをとりあえず食べ、そうなの、すごい美味しくて、あれ食べて、で中下が逆転になって頭がちょっとおかしくなった頃に寝るっていう。それがいいです。現実であった話のようなくらいリアルな感じだったよ。いやいやいや、とりあえずもう中下逆転のニートのみたいな、ね、生活なんです。ちなみにどういう映画を借りるの、そういう時。とりあえず私もファンタジーがすごい苦手なんですよ。あ、そうです、そうです。なんかあの人が空を飛ぶとか、そうなんですね。そういうのが無理なんで、あのヒューマンドキュメンタリーみたいに見たいですね。ヒューマンドキュメンタリーを2人で見るの。え、例えばどんなやつ。例えばなんか実話みたいな、なんかなんだっけ、そういう映画見たことがあるんでしょ。ありますあります。どんなの。なんかシンデレラマンって知ってますか。なんかすんごい貧困で、でも KO 負けされそうになるんですけど、家族のために殺すぞってボーンって殴って。あ、ボクシング。そうですそうです。本当にあった話なんですけど、そういうのとか。へー、はい、なんか空飛ぶとか無理ですね。もうそう、はい、なんかファンタジー好きそうだけどね。そうなんですね、ちょっと苦手なんですよ。ファンタジーに生きてそう、うん、いやいや本人が。あらららら、あらららら、どっからどう出したそれ。そうなんですよ。そうなんですね、そういうのがいいです。なんかもっと私胸キュンするやつを想像して、このさ、これや大丈夫、これすごい不安になってきて、このトークテーマでいいのかな。とりあえず特に今日は現実的な話ばねえ、なんかすごい、だってね、あ、こんなどんよりした感じじゃない気がするんですけど、前回結構盛り上がった。すごいいいか、あれ。でもまあ今回は今回で楽しみます。いや、今回こういうメンバーなんだよ。じゃあ大人な感じでいきましょうね。そうです。これさ、サンドウォッチだからね。うん、まあでもその次のお家もいるから、うん、大丈夫。あ、一番最後は特にあんまないんだよね。カエリどんな妄想するの。そうだな、私は高校の時から俳優の松田翔太がファンが好きで、もう好き。松田翔太はすぐそこに住んでる。え？嘘。だって実家チャリできるとこだった、うんうん。え、友達なんですか？あ、僕直接は会えるけど。あ、そうなんですね。ちょっとドキドキしちゃってるじゃん。え、そうなんだ。普通にそこの中学校から。へえ。そう、杉並なんですね。言わない僕。自分で言い始めましたからってみたいな。でも言ってないじゃん。あ、でもここから配信、まあいいや。で松田翔太さんがと、まあ、デートするとしたら、まずあのお台場の海で待ち合わせするんですよ。あ、こういうの待ってた。あ、待ち合わせして、あ、もしくは私イオギあ、やっぱ違う、やっぱり家までバイクで迎えに来てくれた。朝めっちゃ早く、朝のまあ7時ぐらいにちょっと迎えに来てくれて、休みの日に、うん、でそれでブーンってその海に行って、ちょっとこう朝の海をこう眺めて、でそっからちょっと山に行くんです。山に行って山登りを一緒にする、うん、山登り。山で、その山が、まあ、例えば高尾山でもいいし富士山でもいいんだけど、なんかちょうど今クリスマスフォーユーとか流れてるんだけど、あ、私の歌ですか。
なんでこんな空気なの高尾山でも、まあ、富士山でもいいけど、まあ、その富士山だったら例えばすごいこう登るのがすごい険しいから、うん、こうなんつうのかなニューニューしてるこうなんかこう険しいからこう私が疲れた時にこうちょっと手を差し伸べてこうくれるみたいな。胸キュンでしょ。キュンキュンするね。こういうの待ってたでしょ。こういうの待ってた。何でもやってやったぜみたいな。私望んでたものあげたでしょみたいなその感じ。これ待ってたでしょ。ね、これは何マットさんが考えた話。いやこれは私が自分で。さっき一緒にも聞いてた。聞いてた。話作る。あ、そう。そう、最初聞いてたんですけど、なんか。じゃあ作れっていつも言うんですよね。なんか作らないって言われたから、これは自分で考えてた。そうそうそう。海行って山行ってってなんかすごい。あ、確かに。で、登り切って石に降りて、で、帰る。ちなみに海行っても見てくるだけ。そう、海は見るだけ。あー、でもいい。海見るのいいよね。なんかそう、自然。季節はちょうど今ぐらい。そう、結局今か細かい。あそうだね、今よりもうちょっと前かな。今だとちょっと肌寒い感じ。そう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 、ちょっと寒いだろうみたいな。上着を貸してくれたりとか。革ジャンの。あ、そうですね、最高ですね。最高ですね。なんかめっちゃ変な空気。こういうの待ってたのにな。待ってたのが来たら変な空気とかなっちゃったな。放送できるかな次の人。ねえ、なんか惹かれる惹かれるって言ってたけど、そんな妄想してるのかなって思う。本音と建前の妄想があるんですよね。そうそう、本音のやつはもうなんかちょっとあれだよね。なんか放送できる。ちょっとちらっと聞かせていただいていいですか。でもなんか海もう海？海、あ、海でか。海で？ビーチ、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 ビーチで、もう僕おじいちゃんもすごい、すごい、もう歩けないから、歩けないほどのおじいちゃんですか？そうそうそう、もうおじいちゃん、羊がこう後ろについてこう、羊っていうのなんか、羊、羊？動物？あ、羊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 、こうで、こうビーチをこう押されながら、みんな女の若い女の子がいっぱいいる、メイドさんみたいなね、こう杖であれ、刺して、そうすると羊が羊にこうあれをなんかこう札束をこう出して交渉してきてもいい。その海辺の近くにすごい豪邸があるから、ね、そこに。でマットさんの家みたいな。そうそうそう。実あれ交渉してこう家に連れてくるようにこう。家に連れてくる。交渉してこいつって。そんな感じかな。家に連れてきてね。今のいいなって思った人ちなみに何人ぐらいいますか。一人一人。ああでもそうそう今日変えてる。ただきま機能はないからさ、もうついでき杖でこうやるしかないんだけど、ね。めっちゃ変態。ベルトコンビアとかに流してみたい。たくさんの女の子。たくさんの女の子を。ごくる。男性ってみんなこんな感じなんですかね。結構マックスかもね。面白い。面白い。それは本音の方。そう、割と本音。割と。割と建前も入ってるみたいな。そういう老後にしたい。そうですよね。こうベルトコンビでこう女の子、ね、パンツとかこうずらしながら老後暮らしていきたいみたいな。どんどん長い。パンツずらしながらやばいっすね。完全にやばい人ね。いやーなんか思ってた通りの人で良かったです。思ってた。良かった良かった。ちなみにさっき絵は完成しましたか。先生描きました。おお。ビラーン。かわいい。かわいい。でしょ、なんか、ね、もう一枚描いてましたよね。バイブがこう、バイブが
バイブそれぞれ違うからね。ええもう一枚はもう一枚ないよ。もう一枚書いてますね。あ、失敗作したの。全然似てなくなっちゃったの。おこれ。よくねえよ。マジで。目ないからね。これ目くり抜いてるからね。怖いわ。やだわこの人。ねえ出したらダメですよ。ねえこれなんですよね。ちょっと後でお叱り、そうね、お叱りを受ける。今ですか。面白いな。うん？このこの。いやー。そういえば滝沢さんの妄想出て聞きました。そうだよ、聞いてない。思った聞いてない。でも私さ、毎月喋るからさ、あ、そうか。そう、先月は、そのなんか家まで車で迎えに来てくれて、で、お台場の方、お台場に行ったことないっていうのを昔言ってたのを汲み取って、なんかどこ連れてってくれるのみたいな感じのことには言ってるのに教えてくれなくてお台場に連れてかれるっていうのを先月話したんですよ。で結構キャー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 言ってたんだけど、さっきお台場出たし横浜でいいじゃん。横浜か楽しいの横浜楽しいよ。行ったことない。てか横浜で女の子行きたくあるよ、うん、そうなの、うんどういうことですか横浜そういう経験があるってこと。行きたがられたのかな。そういうことか、何がいいですね。妄想でしょ。中華街ですか。いやだから回るとこ行く。結構近場で赤レンガ、赤レンガ、赤レンガ。そうじゃあよチャイナスクエアでご飯食べた後横浜に行きます。中華街行けばいいのに。ねえここで中華食べてで横浜行って。もっとすごい方いらっしゃって、中国帰りでその足でここで火鍋食べてくださった。え、現実な感じで数日前の話。やばー、すごくない。多分皆さんよく知ってるから。えお客さんで中国出張で行ってなんだけど、イカ料理いっぱい食べてきたなはずなのに、うちで火鍋炊いてたて空港から電話かかってきて、今から行ってもいいって。それほど美味しいっていうお店のアピールでした。なるほど、なるほど。そうそうそう。単独スポンサーもそう。まあまあ、まあ、ここのね、火鍋美味しいですよ。美味しい、ね、美味しい。ぜひ皆さんも来たら火鍋を、はい、他の料理も、さっきエビチリ美味しかったな。美味しかった食べたんでしょ。食べました、うん、すごいお腹いっぱいになるまで、はい、いろいろ食べさせていただいたんですけど、まあいいや。余計なこと言わんとこ。いや妄想デートなんかこんな感じで終わるとは思わなかったけど、まあ良いか。え、皆さんじゃあちょっとリスナーの方もちょっと妄想デートを教えてください、うん、よかったら、うん、どんな妄想デート。あと5月の誕生日の方って全然書き込みがあるのかな。ない。あ、っていうかなんかハッシュタグ。ちなみにいらっしゃる会場にはいない。今月誕生日です。ない。ない。ハッシュタグはまだですか。これはあかん。番組終了まであと44分。ダメだ。これ終わらすから無理やり。時間厳守な感じ。ハッシュタグって何ですか。
シャワープの後になんかあるじゃないの、何例えばシャープ、マット、日常みたいな使いこなしてるんじゃなかったっけ。なるほど、全然使ってないです。それをつけてツイッターに投稿したら当たるみたいな、うん、そう、探しやすくなるみたいな感じです。でもここのね、ハッシュタグはね、すごい長い、うん、担当の方がいない、長い担当がいないので、今日はじゃあさっくりな感じかなと思うんですけど、この後すぐにあのハッシュタグ流しますので、皆さんハッシュタグをつけて投稿してください。あのプレゼントが当選するかもしれないです。プレゼント欲しいよね。え、欲しくないですか、プレゼント。はい。さっきからこの人を見たらベルトコンベアでパンツをめくってる絵しか浮かばなくなってきました。もう一回やってください。そういう仕事したいです。そういう仕事。すごいキレッキレなんですよ。そういう仕事。時給800円です。時給800円でこれできたら、ね、逆にすごい天国だと思う。ね、お金払わなあかんじゃん。逆のね、おかんが誕生日ですって言ったけど、おかん、おかんのお名前を教えてもらえるといいよね。今夜も妄想好きなゲストが妄想デートを話してくれましたよが今週のハッシュタグとなっております。皆さん、会場の皆さんも投稿していただいて大丈夫なので、ぜひプレゼント当選するといいですね。さあ答えいきましょうか。はい、終わらせましょうか。そうですね。あ、リスナーさんが妄想デート答えてくれてる。本当にやっぱり彼氏と夢の国ですね。いやー、そういうの待ってたの。ようやくだ、ようやく。夢の国だって。もうネズミの国じゃん、まあ、そういうことでしょうね。いいよね、行きたいね、そういうことしたいね、うん、あの、よし、じゃあ妄想して、本当にそういうことなの？ニヤニヤしたい感じなの？そう、ニヤニヤしたいの。あ、そう、あ、そういうのはあったかっていうのをちょっと仕入れたかったのに、なんかイオギ、やれイオギとか。なんかそういうちょっとネタっぽいで、なんか次曲ができる。あ、そうな、私妄想ソング第3弾をそろそろ作りたいな。 あるもんね。夜景の見える山の上までドライブデート、車を降りて夜景を見ながら寒いと聞いてさっと上着をかけるってやってみたい。やられたいね。皆さん、ちょっとこれ女子が好きなやつね。皆さん、女子が好き、皆さん。やっぱりチャイナスクエアで食事ですね。あの、多分一緒のっていう妄想をしてる。マットさんの描いた似顔が欲しい。あげないよ。それはだから、こうお店、こう額縁に入ってる。そう写真でね。テトラポットって何？あ、花火。あの、アイコール歌にあるじゃん。テトラポット登って、うん、海にあるやつ。海に沈めてるコンクリート。ああ、あれ？テトラポットの中で？中って書いてあるよ、でも。中でってこと？あ、なんか釣りするってこと？中で花火したいって。あ、そうそう、いっぱいの中の、なんか重なってるの、なんか。あ、なるほどね。空洞みたいな。いやー、でも花火大会とかもいいよね。もうこの時期だからね。でもいいけど人多いじゃん。逆順で歌うじゃん。あ、時間内で終わらないです。あれ、ね、私？カイディから。いいなー。花火大会行きたいですね。ああ、神宮とか。浴衣似合うのはもう保証済みなんで。そうだよね。着物似合うんだから。そうですか。だからね。あ、浴衣ライブってしないよ、そう。浴衣ライブします。そうだよ、ね。しますよ。いやー、こんな子が隣でね、浴衣で歩いてくれちゃったらもう。もうやばいですね。もうね、パンツこんなんしてる場合じゃないからね。本当にいいなー、いいな、いいなー。私も最大
ゃんとデートしたい。そう、しましょう。やったー、いただきましたいい感じの、はい、そろそろかな大丈夫そうですか。なんか落ちたけど大丈夫かな。落ちた、音がしたね。それ、破片が落ちてる。うん、それ。はい。ああ、それ、ピックカバー、あ、それ。なんか、久江さんとデートし、なんか妄想してる人いますよ。妄想してる方が。久江さんとチャリ2人乗りで天神橋筋商店街でデート。お断りします。おー、すごい、二言変に。ありがとうございます。気持ちだけ。妄想だけしといてください。いい感じの。はい、お願いします。はい、時は江戸時代。流れ流され生きてきた一人の小娘のお話。恋の花は咲くのか咲かないのか、ベルトコンベアはどこに。女ネズミ小僧。お引きなすて、お引きなすて。生まれも育ちも天涯孤独、中古で盗みを覚えたあたい、女ネズミ小僧。暗闇勢い染め、覗き穴様子伺えば、お主周りよのと笑ってる悪徳代官、悪徳商人。当たりが寝静まったすっきり、おばんこばんがザクザク、たんまりか皿を。屋根をぴょんぴょんぴょん飛び回って、追ってもスイスイスイかわして、貧乏長屋にオーバーコバン放り込んで、誰もあたいを捕まえらんない。弱き者救い強き者裁く、可愛い子ちゃんには弱いけど、忍び足、おー、なんネズミ小僧を。今日はお主に録音でござる。ニンニン、こっちからニンニン。そこに現れたのは町奉行、かなりのイケメン。いつかお主はあたいの虜、じゃんじゃん娘は金銀財宝、あたいの手にかかりゃ取れないものはない、抜き足差し足忍び足、おー、なんネズミ小僧は。お縄にならないわよ。テヤンデイ。
アンディ、ラスト1、2、ティアンディ。ありがとうございました。毎度ご利用いただきありがとうございます。次は中央 S 中央線一両編成の電車が参ります。黄色い線までお下がりください。次はいよぎ。せーの、出発進行。電車な恋の遮断機が開いちゃったみたい。君をちらりと見かけた瞬間から僕の汽笛は君になりっぱなし。なぜかオレンジの服しか持ってない。オレンジといえばみかんジャイアンツ中央線。おしゃれな君はどう思うかな。でもどうしても金の花の東横線。中央線は走る山を越え谷を越えどこまでも。中央線は走るこの気持ちに乗せて君に会いに行く。ここでカディのお友達を紹介するよ。エジプトからのチタンカメオ。拍手。私の花の常磐線。中央線を走る喜び悲しみ全部乗せて。中央線を走る夜の空突き抜けて宙に舞う。長い長いどこまでも。中央線を走るこの気持ちに乗せて君に会いに行く。中央線
ありがとう。感じこう私は思ってるんですが、そうだと思うんだよね。初めて会ったんですか？はい、1年半前ぐらいに初めてあの赤坂のライブハウスでお会いしたってすると思う。その時からこういう芸風というか、その時はあの1曲目に歌ったこの三角のやつが真っ白やったんですよ。私もそう思ってる。今日会ったら豪華キラ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 最近だよね、キラキラ。そうです、もう今月からです。あ、今月なんだ、はい。で、あのギターのコンベアの方もコンベアの方も全然普通やったんですよ。あんなあのかぶり物とかをさせられてなかったあの今日お会いしたらちょっといろいろ変わってたあの人だよなみたいな。そうそうそう、はい。そうなんだ。私も出会ったのずいぶん前で、そうだったね。もう名前変える前に出会ってた、ね、下北でね。そう、だその時から全然違うから、2回目に会ったらこういう衣装だったからびっくりした。それまでも違うかった。違かったね。でもその時もマットさんとやった。あ、そうそう、マットさんずっともう。そうなんですか。うん、何がきっかけでマットさんと？あ、なんかミクシーで。出会い系じゃん。なんかね、あの東京出てきて曲書いてくれる人探そうと思って、そう結構ネットでチカチカチってやってたら、多分会う前めっちゃいろんなこと妄想してましたよ。ベルトコンベアに乗ってないことかもしれない。絶対いやらしいこと考えてる。間違いない。ベルトコンベアこう確定してる。準備はよろしかでしょうか？はい、大丈夫です。はい、じゃあメラニさんお願いします。はい、では聞いてください。少しずつ来てないかな。あ、ここです。僕でした。すいません。預けられてたおばあちゃん家の古着屋さん、そこに勤めていたおじさんが唯一の遊び相手。その日はお絵かきして遊んでくれた。体調が悪そうだから心配していると、大丈夫だよって笑顔で返事してくれた。でも鼻水がキラーに光っていたんだ。なんで短い小指なのっておじいさんが唐突に聞いてきた。みんなと違うってことがとても怖かったあの頃。でも少しずつ、ほんの少しずつ、僕らは何かに気づいていくの。短い小指は教えてくれた。みんなと違うことが大切だってことを。寂しくなんてない、誰だって孤独、不安を抱えながら人と人が分かり合えることを。Thank you.
比べてばかりで自分ばかりといつも哀れんでいた。でも少しずつほんの少しずつ僕らは受け入れられるようになるの。どっちをやるの？あ、分かった。じゃあそれをやります。じゃ あ, どっちもあの、はい、それをやります。プレゼントをやりたい、はい、これをやりましょう。じゃあ、はい、はい、分かりました。はい、ではどっちもいいですグリーンピースを一つ一つ弾いて食べず嫌いはだけど三窓に酔い帰り道すれ違う瞬間に悩みが薄れていく。夕飯何かな、片焼きそばだといいな。ぶら下がるバッグと共に家へ帰ろう。食卓に並んだのは落ち着く笑顔とスープとチャーハン。映画みたいに想像通りにはけど、太平洋みたいな大きな器は僕にはないよ。ずるささく小さなお風呂浮かべてた。ドライヤーで濡れた髪を乾かして明日やってくる辛さも楽しんでみよう。できることできないこと考えず
ベルトコンベアのマットさん、ぜひ歌って今度ね新曲作ってください。ベルトコンベアで本当に言ってる。パンツをつってこういうのがしたいっつってもう受けなくなっちゃった。ギター弾いてる時も想像しちゃった。ベルトコンベヤやっぱり流れてる。やっぱり、ね、さっきベルトコンベヤ何さんも気をつけてたんだけどどうたらって書いてあったよ。お父さん怪しいよ、気をつけてやばいね、怖い。え、マットさんとどこで出会ったんですか？ミクシーです。ベルトコンベヤーじゃん。やっぱりそうなんだ。ベルトコンベヤーズ。え、マットさん他にはいるんですか？ミクシーでゲットした女の子。ミクシーでゲットした女の子他にはいないですね。そうなんですね。その当時ミクシーが流行ってたんだよね。そうだね、うん、6年前ぐらいなんだ。そう、大丈夫そうな感じ。それじゃあ久江さん、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。久江です。今日は妄想が、テーマなんですけども、結構妄想の曲がたくさんありまして、男性目線で書いた曲を一曲聴いてください。月に隠れて。君は泣いてるの、何か悲しいの、僕にその涙は拭えるかい。いつも笑いながら僕の手を断る。君が愛しい。僕の心は手遅れに君を
っていた。ため息は濁り夜に溶け、僕を包んでゆく。切なさに比例して夜は深みを増してく。このまま連れ去って月の裏側に隠れてしまおう。青い月に恋を照らして片思う雲に陰る。人の心は空模様淡く期待をして、僕の心は手遅れに君を好きになっていた。ため息は濁り夜に溶け、僕を包んでゆく。僕を包んでゆく。ありがとうございます。それでは次の曲、歌詞に、強いこだわりを持って歌っております。この曲も、ぜひ、皆さんに聴いていただきたい曲です。聴いてください。祈り。愛しい、あなたが生きた
と叩えよう。世界が笑えるように泣かないでいて。人のせいにして自分を守りたがる人はきっと完全なものになれない。うなずく自信がない結果ばかり傷を縫い合わす針が折れかけている。どんなに望んでも戻らない、計り知れない心たちが思いを馳せる。人を騙したり傷をつける、本当は自分を傷つける。あなたが生きること、紛らわさないで。自分を諦めないでいて。空が吸い上げる天使たちがこの世界中に優しい笑顔でどうか手を振ってくれますように祈りをつなごう。ねえ、どうして世界は笑わないのだろう。ねえ、矛盾にも世界は美しいのだろう。ありがとうございました。素晴らしい。何が起こった？素敵。喋ってください。喋ろう。何の話しましょう。メロとコンビ。乗る？僕のベルとコンビは作ったら。最悪乗るとかひどいね。すごいですね。無言。いつからその夢があったんですか？え、そこ掘り下げる？うん、いつかな。割となんかこう自分のおじいちゃんの方がなんか
興奮するんだろうね、性的に。すごい、性的に興奮。なんかの映画で見たんだよね、なんか高校ぐらいの時になんかおじいちゃんが、予備校のおじいちゃんがこう看護婦さんがおっぱいを吸わせるなんかシーンがすごい、もう信じそうなんだけど、やばい、そのシーンを見てから高校ぐらいだね。いや、どうしよう、どうしますか、歌ってこだせ、歌ってこだせ。いただきたいなと思います。去年10月に毎日路上ライブに出ていたんですけれども、その時のことを曲にしました。このままじゃ、誰も振り向かない、それでもここにいるよと歌う、輝けない自分を周りのせいにして、弱さをかばう、動かないエスカレーター、明かりのない新宿駅、吸い殻に汚される緑の下、誰ニュースの方が多分チェック入ってなかったので、
らないんですよ。この次にやるハッピーバースデーという曲なんですけれども、実際に生のライブ会場でライブのセットリストとして組んで歌ったのって1回だけなんですね。友達アーティストのピコちゃんのバースデーパーティーの時に書き下ろしていった曲で、もう私ネタをですね振られて曲を書くのがとても苦手で、なんか第1週 MC の人だけ誕生日ソングを作ってくださいっていう無茶ぶりがあったんですけど、そちらの方で作らなきゃいけないんだと思って作れないなって思ってた時に、友達って財産だなって思いました。感想中に皆さんの今月誕生日の方のお名前を呼ばせていただきます。ゲストの皆さんにそちらの方をお任せしたいなと思います。読み上げる、いっぱいいるんだね。じゃあ感想でお願いします。1年に1度の
はい、ということでね、生まれの方おめでとうございます。いい一年にしてください。次ですね、活動紹介&ライブ告知ということなので、こちらの久井さんの方からお願いします。はい、忘れてぼーっとしてます明日ですね、代官山ノマドで、あります。8時35分から歌うので、間に合う方はぜひ来てください。そして明後日は銀座ミヤカフェで、上野真奈さんとかですあの有名人のお姉さんですよね、うん、楽しみです。初めてお会いします。ぜひ来てください。あと、5月8、9、10と続きます。どうって言ってたんですか。あ、そうや、道や、道です、ここすいません。で、名古屋にも参上します。わー、栄南、栄音楽祭、栄南音楽祭、南抜けてた。ナディアパークで、13時半から歌います。で、そして6月もたくさん来るんですけど、ピックアップして6月14、極密小川恵里さんとツーマンします。着物着るのでぜひ来てください。あとは7月5日東京ワンマンライブ、こちらイオギチャイナスクエアで、サポートは小川恵里と佐藤一馬となっております。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。あと新情報、6月12日久林、若林美希ちゃんという、奈良のアーティストと久江がタッグを組んで久林というイベントを行っておりまして、ゲストは斉藤真理さんです。イオギチャイナスクエアでやります。ぜひよろしくお願いします。めっちゃ多い、素晴らしい。その次、メラニーさんお願いします。はい、はい、これですね。もうあのシンプルに5月14日と6月11日両方とも代官山ノマドですね。で、月間ノマドに参加中ということで、両日とも新曲を発表する予定です。おお、よかったら。実際どうなんですか。はい、実際、はい、ちゃんとストックして出してる感じ。いや、ストックしてたりギリギリだったり、もうね、ね、うん、あ、そういうことかそんな感じです。で、はい、ツイッターもね、ブログもやってて、両方ともどっちともメラニで検索してもらえると出てくると思います。なのでよろしくお願いします。以上です。新曲タイトルはベルトコンベアです。決まった。クンベア帰りお願いします。はい、5月24日代官山の窓さん、25日渋谷のじいじさん、6月13日土曜日は新宿のキャッツホールで、なんか色物っぽい女性バンドさんたちと一緒にライブします。で、7月の12日初遠征で京都のアフタービートっていう場所で、はい、帰り初京都進出中です。で、それで、あれ、今年の10月24日に、私初のデンワンマンライブやります。はい、カイディワンマン初ワンマンショー、カイディ女王と愉快な義僕たちというタイトルで、はい、10月24日土曜日、こちら代官山の窓さんで開催しますですね。音楽とアクション芝居劇、ダンス、漫才、組体操をやります。ノマドが帰り女王の館に変貌。組体操組体操あ、いやいや、もうあのその
みんなで、メンツの、お客様はもちろんないんですけど、そのアクション芝居劇をやっていただく皆さんで、あの鹿児島裸会とかで、いろんな人たちが、はい、裸の人たちとか、あと黒、そうです、あと黒子さんとか、あとは、黒子とかグレッとか、あとはちっちゃい女の子とか、うん、はい、いろんな方をお呼びしてやりますので、はい、遊びに来てください。素敵、ありがとうございます。返してください。んこれそれはもう、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 それはもういいから、いいから、くり抜かれてくり抜かれてこれはもういいから、これはもういいから。本当なんなんすか。はい、私も告知させてください。滝沢さとみです。ツイッター、アメブロ、フェイスブックページで、最近 LINE アットっていうのを始めました。こちらね、なんかよく私も使い方分かってないんですけど、フォローをしてくださる方が20人を超えたら、今日超えるよね、みんな、うん、超えさせてください。超えた情報の方を流し始めたいなと思います。超えるために今登録してもらいましょう。お願いします。 LINE アットこちらですね。BLS6319X BLS6319X アルファベット全部大文字、はい、です。今皆さん登録してください。今現在がね、15、6人、あと14、5人、そのぐらいだったと思うんで、ぜひお願いします。そして、滝沢さとみになって改名をして、初のワンマンライブが決定いたしました。7日の金曜日ということでね、時間遅めに設定させていただきました。場所は下北沢のハーフムーンホールというところで、ホールでのワンマンライブ初めてとなっております。オープンが7時、スタートが8時、仕事帰りにでも駆けつけていただけるように時間を遅く設定しましたので、ぜひぜひぜひお越しください。チケットが3000円ですね。キャンバスという今日発表した新曲のがタイトルとなっております。限定80席です。残りが68席、みんな来てね。パチ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 その他もろもろです、ね、確かに笑うと似てる。やめてよ5月の15日これ代官山の窓、人気残念の窓、みんなの窓の告知しましたよね。代官山の窓さん、こちら鳥ですね、よろしくお願いします。その翌日5月の16日夕方から、ここ伊予木チャイナスクエアにて、鈴木ゆりえちゃんとのツーマンライブ、絡み倒しツーマンライブがございます。これね、時間がね、多分こっちが告知が間違ってたみたいで、あ、これが正解です。オープンが16時半、スタートが17時半、こちらが正解となっておりますので、お時間間違えないように来てください。お席の方がもうあとちょっとかなとなってますので、ぜひ皆さんお早めにお願いします。そして6月23日こちら長野ですね。長野の方見てくださってたので、ちょっと告知させていただきます。詳細は待ってください。で、7月22日真昼の月夜の太陽さんにてルアさん企画に出させていただきます。で、番が20時35分から遅めとなってますので、ぜひ皆さん駆けつけてみてください。大丈夫ですかね。あと書かなかったんですけども、6月の1日にずっと出てみたかった、吉祥寺のスターパインズカフェというところでライブが決まりましたので、皆さん詳細はまだ来てないんですけど、6月の1日にぜひ開けといてみてください。組数は何か全然わかんない、超アタックしまくってようやく入れてもらいました。そう、すごい一目惚れした箱なんです。はい、長々と告知させていただきました。次にプレゼント抽選をしたいと思います。
イエーイ。イエーイ。誰が当たるかな。これ引いたことない人。はーい。お。よし、じゃあいいんですか。さやさんに何回も出てんのに多分やった。いいです。ドンドン。へえ。お。運があるね。かきつばたさん、おめでとうございます。引かれる率が高いんじゃないですか。すごい。会場にいますので、そのままお渡しする形になると思います。嘘。そうなんだ。視聴者アカウント。磯畑さん。だって遠い。今日休んじゃった。マジで。強いね。遠くからわざわざ来てくださって抽選で当たって帰るっていう。すごい。強運の持ち主じゃないですか。いや、いいお土産です。わざわざ来られたんです。うん。では今日ね、視聴者の方のアカウント、コメントくださった方ですよね、これがこれだけいます。こちらを読み上げていきたいなと思います。なんか適当にこう分けて、シュッシュッシュッ。めっちゃ大きくなりました。はい、ありがとうございます。ねえねえ、マットさんおかしいよ。サクサクいきます。あ、カエディ、ありがとうございます。アカピン、13歳。さっさき、せつおさん。メラニちゃん。おお、すごい。アキラくん。コモコモ過去休日さん。みっちゃんさん。まえさん。たねまきさん。アイラッチ。インディースアーティスト応援、虹色の音さん。スマイルミッキードリームさん。そら色さんかな。藤丸さん。スレイヤさん。星野かなたさん。みゆんぼさん。たくちゃんさん。直樹過去75両目さん。うまきしさん。すごい。バットマンさん。こしゃさん。のんたさん。久井先生。久井先生。まーさん。マリパパさん。まさのすけさん。やぶばやしさん。ボクシン。で終了ですかね。ボクシンで終了です。たくさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次に、ハルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿駅代々木、西武新宿線代々木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さん、チャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。ここパソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンやツイッターを押してください。なんかありますね。右こっちか ここです。はい、でこちらと、こちら、チャンネル登録もお願いします。視聴者様へのメッセージ、今日のゲストの方々からメッセージを
一言ずついただきたいなと思います。先生お願いします。はい、今日は中丁場でしたが来てくれはった皆さんお疲れ様でした。また代々木チャイナスクエア東京にはたくさん来るので、またその時にはよろしくお願いします。見てくれはった皆さんありがとう。みなにさん、はい、5月5日このライブがこう皆さんの決まってから1ヶ月前くらいから決まってましたっけ、もう2ヶ月前くらいから決まってましたっけ、なんかそれからもすごい緊張してたんですけど、皆さんすごい本当にもうフレンドリーで楽しくて、お客さんも温かくて、本当に今日はすごいいい日を過ごしてました。ありがとうございました。はい、カイディ、はい、今日はなんかグダグダになっちゃったけど、まあ、この人のせいで。すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。マットさん。ありがとうございます。なんか僕もなんかね。親知らずどうしたの？もう抜きました、抜きまして。はい。そうですね。もう あと五十肩を治せる。五十肩。はい。まあ好感度下がったのかもしれないけど、頑張っていきたいと思います。じゃないですかね。今週も見ていただきありがとうございました。来週のゲストがですね、第2火曜 MC ミュージコちゃん、そしてゲストが美濃部アリサさん、アンドモアということで、まだ決まってないんですかね。言えない感じだ。はい、はい、楽しみにしていてください。それではですね、皆さんいつものポーズなんですが、わかるでしょうか。これそれやそれやそれやそれです。右手が棒、右手が棒、はい、左手が輪っかでピーを作ってください。今週もありがとうございましたが、来週もっと私がいますので、その後に続けてカメラに向かってこれをこっちか、はい、こういう感じで、あ、それだ、いきます。今週もありがとうございました。来週もクラブパルメジアー。なのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔ハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。